はい、という感じになりますね。まずイントロからいってみましょう。最初開放で6弦1弦1とのタイミングで入れます。そしたら E7 の形ね、これをここまでずらします。これが2と、それを半音ずつずらします。1フレットずらして3と、ここで4とって感じで、最後 E7 にまた戻ってくるっていうフレーズですね。1と2と3と4と1と2と3ですね。1、開放からベース1にしたら、その裏拍で普通だったらこう来るところを飛ばして C になってるんですね。これ B7 1個上げただけです。に戻します。これを1と2と3と4、ストロークで弾いてますね。先ほどになかったストローク、それはこんな風になります、ね、こういうピックを持ってる形じゃなくて、握ってるものをパッとこう、なんて言うんだろう、ちょっとデコビンするような感じで、こう複数の指でデコビンするような感じですね。それでいきます。アップは人差し指か中指で、裏拍で中指で入ります。そしたらこれ D7 の形を作って、1と2と3になりますけども、これはベースと一緒に弾いてますが、ね、ちょっとそっくり返ってグッと押すね。これが右手のピッキング、1と2と3まで、こんな感じ。裏拍で離します。でシートでもう押さえてあった4-4ね、4-4なんですけども、小指薬指に押さえ替えて、そうするとそのまま、ね、B7 に収まっていくわけですよ。同じ小指薬指がこのまま2フレットになって B7 になるなります。で B7 入ったら1とで1回小指開きます。ちょっとした小技ですね。これを小指をずらした時にベースが入る、1と2、1と2って練習してください。こう2に戻った時にちょうどベースが合うようにね、弾きます。1と2とで解放したらこっちに移動します。メロディーがねこっち上がるんでね、この 2ベース無理ですよね。なのでこっちにベースを持ってきて、これが3と4とで A になって伸ばしながら、1と2と3と4とでっていうね、 A のベースを弾きながら、メロディーを弾いています。ドゥッドゥッ、メロディーというかこの曲のメロディーじゃなくてね、おかずを弾いてるってことですね。ダラタしたら、これ3連符のタッタカタっていうメロディーがあります。タッタラタを弾きます。タッタラタしたら、この小指をさっき言った少し音程を変える、これが C とのタイミングで2に移って、1回解放で3とシート、まあこれ言ったりですので分かりやすいね。3とシート来たら、またこの D7 がずれた E7、 1と2と3とシートになります。1押し付けて弾いて、次引っ掛けて弾いて、でベースに合わせて5で、その後ドタッと開放ですね。そしてそれで、B7 に行きます。またこっちの7を使いますね。1とこんな動きです。ベース引っ掛けながらね、この薬指をずるんとずらします。1と2と3とで解放にしたら、これこちらの B7 に移ります。普通 B7 ってこうですけどね、小指いらない状態で、タッタカタ、これもよくやりますね。ドゥンドゥン、覚えておくといいと思います。3連符をタンタカタで弾く。で1、イントロと同じ E7 がずれた形、半音ずつ降りていく、最後は E7 で収まる。で1と2となります。チョークダウンですね。さっきこう音程変えるって言いますけど、半音ぐらいまでグッと上げて、それを下ろして、で B7 押さえます。でさっきの小指でまた同じ位置、2弦の2フレット入れて、最後 E に落ちる。通してみると、1と2と3と4と、もう一回、1と2と3と4とで E でジャーン。
はい、という感じになりますね。ヘイヘイ、有名なリフなんですけども、これはね、一人で弾くバージョンですからね。ベースも弾きながら、このメロディーも一緒に弾いていきます。で、最初のこのね、この有名なパート、これもね E7 の形が7までずれるんです。これが大事ですね。これをシーとスナップをして持ってって、その後ベッカットします。シーと1と、そしたらここに薬指を加える。これが200目。でベースはこのブリッジミュートにします。2と3とで、シーの時にさっき言った2本ベースを使いますね。ドンで小指を足します。それを中指でこうかき上げます。これ2発シーと1とのタイミングで、2とで小指離しちゃってください。で3拍目の頭で弾きます。開放弾きます。でその時に戻すんです。で戻しながら人差し指を寝かしておいて、プッてプッていうね、このゴーストノートっていうのを入れるんですね。でプッゥーンって感じ、わかりますかね。ただブーンっていうのはノリが出ないので、一つ前にプッて入れてるんですね。このドラムとかでよくやるんですけども、こう一つの音を出す前に軽く裏拍を入れてトンって落とす感じ、こういうのが随所に入っているので、こうグルービーに聞こえるんですね。これでもう一回同じのを弾きます。シーと1と2と3と2本ベース、と1と2と3、次はまたプッて入れた後に、ね、12フレットあたりからねでいいので、グリスダウンってやつですね。プーンです。これ途中で止めると変な感じになっちゃいますからね、押さえたまま止めないこと、必ずスッと力抜いて落としてください。このブーンが次の A に落ちてるんですね。これブーンってやって満足する人いるんですけども、このブーンダメです。流しちゃブーンドンです。このねブーンドンって感じ、この山が大事です。ブーンドンって落とす、これも練習するといいと思いますね。ブーンドンで2、まあこのフレーズ、これは A7 ですね。この人差し指押さえっぱなしでやれば簡単です。1とで2弦弾いて中指足します。2とで3とで1回離して、3と4とで中指押さえて、これは2本ガンガンって中指で弾いてますよね。これがさっきのね、このツッツッツッっていうところのリズムと同じになります。パッパーです。同じ感じで弾いてあげるといいと思います。タッタで小指離して、また小指で、また最初のリフ、ブリッジミュートになって2本ベース、と1と2と3、次のゴーストの音は開放弦なので離しちゃって OK です。とシーと、これ A が B になる、わかりますね。2フレット上がれば B です。でただ B のこうベースを押さえらんなんですよ。なんでちょっとごめんなさいで A を弾いてます。だからよく弾くとこう気持ち悪いんです。なんで普通に A を出しちゃうと壊れてるんです。なんでミュートをちょっときつめにかけてるんですね。で音程を消してパーカッションみたいにして A の開放を弾いてます。1、2、3、4と、ここで本当の A だからミュートを緩くして A に戻してあげるんですね。っていうか A の音というかずっとあの5弦の開放しか弾いてないんだけど、こういうことですね。ベース音が変わったように聞こえますよね。これをこのトリックを利用してハードミュートと3と4、ソフトミュートみたいな感じになります。まあ B も A と同じ弾き方なので、中指を出してでそのままキープしておいて、小指とで A になります。で1と2と3と4、ちょっと忙しいですが中指でプリングして、これが2とです。で3とで4とで解放、その後に1と2、また D7 が E7 に、上がったね形です。1と2とで解放、3と単音でいいです。4としたら E マイナーを押さえて、後から人差し指が加わって E になるというね。1と2と3、そしたらねこのね、ここまで来て最後ブーンってやるのはいいんですが、繰り返してもいいし、ブーンの後にブーンってまたね E に戻って、小指を0203って動かしてある。これで終われるんだっての覚えておいてください。これはもういろんな人がで終わってます。で、たまにしつこくこうお客さんを煽りたい時なんかはみたいね、終わる時に3に行くっていうのを覚えておいてください。はい、以上がヘイヘイの弾き方でした。
はい、こんな感じになりますね、ビッグビルブルーンジーが弾いていたスタイルをね、少しアレンジして、まとめてみました。この C なんですけどもね、さっきのこっち行かないパターンもありますってことですね。5弦4弦でこうずって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 でずっと弾いています。なんですがこの曲の特徴は最初の中指外しておきます。なぜかというとこの3弦の2フレットにメロディが来るんですよ。なんでしょうがないからこっち置いとく。そして C ではありえない5ハットのレの音をベースで弾いちゃうっていうね。これもミュートを強めにして音程をちょっとはっきり出さないようにしてごまかしてます。で1と2拍目はこの中指がベース、メロディ3弦にあります。したら次で戻します。3と4になります。で1とで、2弦弾いたら2とで1弦弾きますね。で小指をつけて3と4。このメロディは若干ってちょっとこうストローク気味に弾きますね。はい、これ通すと1と2と3と4、1と2と3と4。これがもうこの曲のテーマみたいな感じになりますね。1拍目は中指外しておく。そしてその中指を2拍目に3弦に持っていく。でそれを3拍目に戻す。で1と2と3と4。ほとんどさっきと同じです。最後がこうさっきが小指なかったのが小指があるだけですね。1と2とで小指つけたら3と4で、もう一回、中指外す。1と2で、ね、ベースはミュート気味して中指を3弦に持っていく。で戻す。で1と2とで、2拍目に小指、1弦の3につけます。1と2と3とで、ここでね実は4拍目でね、とじゃないですね、4拍目の頭で G になりますから、ここちょっと注意していきますよ。1と2と3と4、1と2と3と4になりますね。ツッテツーピーンという感じになります。早く弾かないとなんか変な感じしますけどもね。1と2と3と4拍目に G になる感覚で解放。そして G7、1、2、3と4と、3拍目と4拍目は裏拍にメロディ、3と4ときます。で次は1拍目にメロディ、1と2とで小指つける、3、4。また、3弦と6弦ベース、1と2とで、2弦の3フレットで裏拍にメロディで G7 でドッタッタってカットします。ここ1と2と3とカット、ドッタッタ。はい、そしたらダダ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 と4回やってください。これ親人親でこう弾いてるのポイントですね。ね、単音というか一本のメロディーをこう親人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 みたいな、表拍は親指、裏拍は人差し指で弾く。つまりピックのダウンアップみたいにしてね、使うときはこういう風に弾くんですね。そこをちょっと練習したくて入れてみました。1、2、タッタッタ、4回やったら最後はラッタッタ、ね、530になります。そして C、1と2と3と C と1と2と3と C ってフレーズ。ここはでも今までと全然違います。普通の弾き方になりますね。4弦弾いた後に小指つけて、裏拍のメロディー、シッとで小指離して、もう一回小指離せる。1と2と3と C ですね。これは1拍目で、2拍目に1回外して、もう一回小指を押さえて3と4。ずっとベースはこうやってなってるわけです。